春風のすずしでございますけどまあ久しぶりにソニーじゃなくてですね富士のえー X、え XH2S、ー mm mm、に 8mm16mmF28 で撮ってますけれどもまあどうあのガッガチョンっていうまあズームレンズの面白さこういうところかなまあということなんだけどまあやっぱりソニーのね E1、e、がやっぱ悩むなこのセンサーな難しいよとっても難しいあの、まあ、要はまあカメラ任せで適当な感じで撮りゃ、まあ、それはそれでいいけどあのナチュラルな感じを出すのがとっても難しいねまぁ、あ、おかせモードでナチュラルな色は出ないどうやっても出ないうんなのでなんか加工されたようなね 感じで、でクリエイティブルックを使ってるんだけど、クリエイティブルックもやっぱりこの高感度センサーの悪影響を受けて、やっぱり難しいね。で、まあソニーのサイトで少し研究して、まあ内部のログの、ログの作り方をまあなんとなく参照してるんだけど、とにかくまあ、ログにした瞬間に持ってるレンジを ほぼ半分に圧縮して、その中に絵を収めるという思想みたいだね。つまり、1ビット減らしちゃうっていうことだ。だから、10ビットで撮ってる時は、まあ、9ビットの、え解、ー、像力、解像力っていう意味は、あのー、光の解調だね。なので、実質色数は減ってるということだし、 まあ、難しいね。あの、うん。使いにくい。だから、まあ、前回も言ったけど、やっぱりソニーで使ってるプロっていうのは、うん、このひどい色のセンサーから、ログで綺麗になったっていうふうに見えてるけど、まあ、やっぱりこの富士の絵だったら、別に何もしなくてもそれを超えてる。 色味な気がするなぁ。例えばこの感じをソニーで作るにはどうしたらいいかちょっと途方に暮れちゃうねうん、どうしても、要するに標準ロコが暗いんだよね、ソニーの場合はね。あの、うーん、だからまあ、そ,それがソニーの色の考え方だから、それはそれでいいのかもしれないけど、 うーん、難しいな。まあ、悩むね。だからまあ、ちょっとキャノン、最近さってなんかキャノンも触りたい気がするけど、ソニーだけがなんか独特な感じに作ってる気もするな。まあ、それが世界最先端って言っちゃえばそうなのかもしれないけど、まあ、なんとも言えないね。うん、でまあ、レンズ群としてはやっぱりまか、あ、このサムヤンの VAF、 が、まあ、俺的にはもう唯一無二っていうかもうこれだけのためにソニーのフルサイズのちっちゃいカメラが欲しかったっていうことなんだけど、やっぱりな、あのセンサーはやめたい。やっぱり α7C の後継機を待たなきゃいけないね。あの、うーん、困ったな。もう金もないからな、ソニーに。α7C の後継機して出たら買うんだろうね。な、なぜならやっぱり、 あまあ、ちょっと E1 買った人には申し訳ないけど、まあ、俺的には使いこなせない。あのー、うーん。まあ、俺が嫌いな絵なだけなんだけど、まあ、なかなか難しいね。難しい。うん。特にまあこの富士の色を一回見ちゃうと、うん、ソニーで、まあ、どうしたらいいのかよくわかんないよね。今これはアスティアで撮ってますけども、うーん。まあ、なんともね。 何度もねうんまあここのとこ私の悩みに対していろんな方がコメントいただけてますけれどもうん根本的にね多分ねちょっと僕の悩んでるところと皆さんのにい伝わってるとかちょっと違ってるな今のとこなうんその露出オーバーにならないようにとればいいじゃんという話でもないんだよね。あの 何を言ってるかっていうと、えー、あくまで主や、あの、写真とね、やっぱり違うっていうと、ちょっと語弊があるけど、主要被写体を中心の光として、まあ、それ以外の光をどうするかっていう感じだから、まあ、我が友、プーさんは言ってたけど、まあ、確かに、えぇ、ー、切りっていうんだけど、その、デフューザーで、まあ、花、花を撮るときね、あの、強い光をデフューザーで、まあ、 あの、甘傘とか、まあ、いろんなものあるけども、そういうもので切って、で、足りな、えっと、コントラストの付け方は、まあ、レフ板とかでコントラストを整えていくっていう取り方をしなくちゃいけないね。やっぱりね。なので、まあ、それをより厳密にソニーの場合やってあげないと、さっきも言ったけど S ログベースになってるとすると、S ログがそのレンジを一回半分に落として、光の幅を半分に圧縮しちゃうから、 これが非常に難しい。だからヒストグラム見てても、S6 の場合は、必ず半分になってるから、白飛びしてるようには見えないんだけど、あのー、現実には白飛びするんだよね。そこんところがな、なんか難しいよな。難しい。うーん、どうしたらいいのか全然わかんないカメラだな。いや、 私、お任せをと、うん。うん、どう、うん、どうやっても、うん、ヒストグラム見るとね、あのー、なんつうのかな、あのー、まあ、ヒストグラムはさ、飛んでないんだよね、これね。だけど、絵は飛んでんだよ。だから、 ヒストグラムで合わせりゃいいっちゅうわけにもいかんのだね。だからヒストグラムがどこで飛んでるかっていうと、要は真ん中よりも高くなったら飛んでるっていうことだから、ちょっと飛んで見えないヒストだから、ちょっとヒストグラムの読み方からちょっとゼロから勉強しないとですね、ちょっとソニーのカメラを扱うっていうのは難しいね。まあ、ちょっとこの辺は、またあれだな、映画カメラマンの安田くんなんか聞いてみないと、 これどうなってんだこのセンサーはっていうところだよね。まあいずれにしても、うん、その、10ビットで持ってるけど、データ量は半分に、あの、階調は、ヒストグラムの半分にしてるってことは、半分の中の階調を見てるってことだから、本来は全部の階調がね、全部0から最,最大値まで、 を細かく切ってるものの、それをそのままぶった切って半分にして、この半分に収めてるから、半分データ捨ててるようなもんなんだよね。だから、まあ仮に1000段階あったら500段階でしか表現しないっていうことなんで、それは会長は悪くなるわなぁ、ということなので、まあそこのところ、ただまあデータ上、その、 10ビットと9ビットがどんだけ違うんだったら、俺的には多分まあ、そんなに変わりはしないよねってことなんだけど。うーん、まあ、難しいね。難しい。うん。どうしていいかわからないカメラだな。悩むね。悩むしか、まあ今回もう愚痴しかないんで、悩むしかないんだけども。うーん。うーん、まあ、本当は FX30 で撮ればそん、こんなに悩まなくていいんだけど。 まあやっぱり感度のところが引っかかるかな、FX30 で。まあこの、この E1 のやっぱり好感度に慣れてしまうと、ちょっとやっぱりまあ難しい。難しいって言ってる意味は、ND の番手が全部考え方変えなきゃいけないからね。一つ、二つずれてくるね、ND がね。だから、買うものも変わってきちゃうよね。だから、 fx30 と e1 を混ぜて使おうと思うと nd の段階も2倍必要になっちゃうね。ちょっと難しいね。難しい。うん、難しい難しい。いやー どうすればいいんだまあ E1 だけで物を考えれば別にそんなに難しいことは起きないんだよね。この世界で物を作ればいい。まあ、道具なんでね、これの得意な、まあいつも言ってるけど、このカメラの得意な部分で勝負してあげればいいだけだから、まあその、こいつが得意とするものがどの辺かっていうことをもうちょっとやっぱり 掴んでこなくちゃいけないかなっていうところなんで、ちょっとまあ今、えっ、ー、と、富士のカメラで半分ね、10分間撮ってみたんで、ちょっとこれをソニーの絵にう、えっ、ー、と、変えてみますね。ソニーに変えます。ということでですね、カメラを切り替えてみましたけども、えー、ZV-E1 に、一応先ほどの 86mm の富士のレンズがね、あの、赤バッチだったんで、こっちはまあ、 えっと、ソニーの 14mmF1.8GM にしてみましたけども、まあ、それをですね、あの、ダイナミックアクティブテーブル補正で、えっ、ー、と、ちょっと倍率かけてるので、えー、少しはさっきと同じぐらいの画角を作ってみたわけですけども、まあ、後ろのボケガンとか、誇張された感じとかどうかしらね。まあ、こちらが広角レンズ。まあ、向こうも広角レンズだったけど、まあ、16mm に近いあたりで、 あのー、撮ってたから、まあ、要するに20ミリ以上のところで撮ってたとこだよね。これで今、14の1.5倍ぐらいだから、ま、あ、20ミリぐらいのところで撮ってるわけだけども、ま、あ、見所はそこじゃなくて、えー、っと、えー、今ね、モードはね、えー、っと、マニュアルモードにして、で、クリエイティブリックで、えー、っと、ポトレートモードかなで撮ってますけれども、 で、えっ、ー、と、ホワイトバランスはオートなんだけど、ちょっと、えー、カスタムしたい。いつものね、ソニーカスタムな感じで撮ってますけども、どうですか肌の感じとかさっきと比べて。さっきょちょっと色はこってり感はあるから、まあ嫌いじゃないんだけどな、やっぱりな、クリエイティブルックな。で、部屋の中でまあ、えっ、ー、と、暗い感じ今、うん、ND も入ってないから、で、 今、ここだと、テカテカは消せないもんな。そ,こその辺が困るわな。うん。やっぱり PL は使いたいよね。テカテカハゲ隠し、P、PL はね。まあ、そんなような感じで、まあ、悩みに悩むわけだけども、まあね。まあね。だからカメラに悩んでちゃいけないんだレンズで悩むなら正しいんだけど、カメラに悩むっていうのは、 間違いだよ。あの、普通に撮れればいいんだよね。あのー、まずはノーマルに撮れようよって感じなんだけど、そのノーマルが作れないのがソニーの怖いとこだよね。うん、まあ結構今、クリエイトルックならノーマルな感じかな。まだまだわからんカメラだね。これはね、もうちょい、うん、チューニングしていかなくちゃいけないね。だから光を食わせなきゃいいのかな、今。 ライティングしてるけども、まあ、ちょっとライト落としてくれば、どうおまめでもライト落としてもやり、はい、落としたでししうがないしね。うーん、なんとも言えないね、このカメラはね。うーん、いとなんかソニーのカメラはなんか悩むね。悩まなかったのは FX30 ぐらいかね。FX30 はまあ、あのー、α7C と似た、近い、 あのー、特性を持ってるから、まあ、あのー、チューニングしやすかったね。だから、うん、アルファ、アルファ 7C と同じつもりでチューニングしてあげれば、綺麗ないようにな、なるからね、楽ですね。あのー、あれはね。じゃあ、じゃあこの E1 どうかってっまだ今んとこ、こ、まあ、このとこも、あのー、シネマティック Vlog モードが面白すぎて、あれでずっと撮ってきちゃったから、あのー、いわゆるこういうドノーマルな、 感じのもの、ここのとこ全然撮ってないんで、ちょっと、ちょっとこう、こまあ、とにかくね、バラ園の映画、俺の中では大ショックで、なんであんなになっちゃったんだろうなと。あれが映画に使えないという意味じゃないんですよ。映画としてはあれでいいんだけど、あの、思ったような、こう、みずみずしい透明感のあるものにはなんなくて、こってりこってりした、なんか CG のような、 あの絵になっちゃったのが俺の中で。やっぱりショックで、あれちゃしょうがないなと。で、まあ、富士のカメラ使っちゃえば、まあ、簡単に透明感が出るんだけど、まあ、今、これは俺の中で結構透明感があるというふうに思ってるんですけど、まあ、ハイライトの白は真っ白だしね。あの、抜けの良さもあるからね。で、まあ、一応 GM レンズで、まあ、このぐらいのとこがボケ感のいいとこかな。こんなに顔寄せていいのかな。ちょっとあれか。えっ、ー、と、手ぶれ補正を、えっ、ー、と、 落とそうか。あれ。あ、何回ってるときは手ぶれ補正が変えらないの。ちょっと待ってね。うん。で、まあ、手ぶれ補正を、えー、っと、一段落としてアクティブにしたから、ちょっと画角が広がったけども。まあ、このぐらいでボケ感はいいかな。もう、もう、レンズ前こんな、こんな距離ですけども。うん。まあ、こうやって喋ればいいのかな。ちょっと、カメラの影が出ちゃうね。まあ、うん、まあ、だからこの、 まあ面、面白いっちゃ面白いけどな、この 14mm もな。うん、まあ、レンズとしては面白いからいいけど、うん、なんとも、なんとも早。ただただ、あの、うん、愚痴な回でございますけれども、そうね。だから、う、え、ん、ー、まだまだ見出せないな、このカメラのな、これ、こうやってやったら、この、これはいい世界が作れるでしょうっていう、まあ、 このカメラを使った時の必勝パターン。まあ、お任せモードの、えっ、ー、と、シネマティック Vlog はまあ、それなりにいい感じなんだけど、まあ、当然誰が撮っても同じになっちゃうってとこがあって、あれの場合ほとんどカスタマイズできないからね。なのでやっぱりちょっとお任せをからちょっとか解除した世界でなんか考えなきゃいけないから、ちょっと、えっ、ー、と、お任せモードじゃないシネマティック Vlog モードにしてみようかな。 まあ、おまかせモードではないシネマティック Vlog モードですけども、やっぱり切ったで色だ気がするな、俺はな。まあ今、グリーンのオーシャンで撮ってますけども、どうしてもなんかな、ホワイトバランス的にはよろしくないね。だからホワイトバランスの悪さが出ちゃうんだな、これな、ソニーのな。この辺は難しいね。難しい。まあこのぐらい弾けば、 色があってけど、まちょっとオートファ,ファイトバランスが良くなってくるので、ちょっと時間かかるカメラであることは事実なんだけど、まあなんとも、なんとも言えないね。難しいね。まあこれはこの、これ、これでずっと撮ってる、ばそれはそれでいいってことにはなるんだけど、まあ、みずみずしいとか透明感とか、つまり、あの野菜とかさ、花を撮った時に綺麗ですかって言われてるなんとも言えないよね。この色調で行くとね、まあ他の、これ、このまんまいけんだよね。 これが、えー、っと、うん、クリエイティブルックの、じゃないや、S シネトーンをオート。まあ、これが一応、なんていうの、標準的っていうことだろうね、ソニ人的に言うとね。ま、あという感じで通ってみてますけども、どうですかね。まあ、やっぱり肌が黄色いんだよな、俺的に見ると、これが。なんかな、まあね、まあ、結局、 えっと、S、シネトーンっていうかね、シネマティック Vlog モードにしちゃうと結局はフルオートっていうことなんだよね。なので、そこのとこはなかなか難しい。まあ、フルオートっつか、色はね、色がフルオート。なので、まあ、もちろん、シャッタースピードもこう変えられるから、まあ、お任せモードよりはちょっと、やりようがあるけども、まあ、なんだかな、めんどくせえなー。 うん、毎回ちょっと元戻しますね、まあ。クリエイティブルックに戻ってきましたけども。まあ、これはまあ、これで安心は安心だね。やっぱりね。まあ、やっぱりまあ、アルファセブシーと同じでこれで撮るしかないんだよな。この形でな。シネマティック Vlog モードは面白かったけども。なんとも、なんとも言えないね。いうん、なんとも言えないうーん。あ,あなんとも言えないわ。 なんともいいやね。なということで悩んでばっかりいますけど、まあ、えっ、ー、と、ここんとこ、まあ、この VAF のお付き合いで、まあ、特に結構ギナさんはだいぶ、あのー、原る寿さんにもいろいろ情報を出してくれるようになりましてですね。まあ、あのー、また、えー、まあ、秘密の、秘密のレンズの話ばかりしてく、もう全然秘密じゃない。あのー、 VAF の残りのレンズもいろいろ情報が、いろいろ情報がなんとなく入ってきておりますよ。なので、まあ、当然ね、あれは開発してますって言ってから次のものがいつか出てくるわけだけれども、ちょっとその辺の情報も入ってきてて、えー、っと、それもそれで楽しみだねという。まあ、やっぱりもう、このレンズが楽しいから、これで撮るのがとにかく、なんていうの いいよね。じゃ、あちょっと、まあ、そんな、いいよ、いいよって言ってるぐらいだから、ちょっと,かと、取り替えてみますよ。あの、あの、GM から、あの、サムヤンへ行きますよ。VA <laughs> ということで、VA f に来たんですけども、やっぱり発色とかさ、このハゲ感とかがさ、優しいよね。<laughs> まあ、 こうさっきと同じぐらい二十数ミリリ、まあこれ二十四ミリのレンズつけてますけども、どうだから、結局、このレンズがいいってことなんだよね。あの、E1 がどうのとかなんとか言ってるけど、まあ、とにかくこのレンズがいいんだよ。もう、どうしようもなくいいじゃん。まあな、ね、んからこれで見るとなんか安心しちゃうな。俺、映がな、これな。まあこれでいいじゃんって思っちゃうよね。なんかね。 なんか雰囲気があって面白いよね。シネレンズね。だからさ、まあ、これの富士版を出してくれよと、まあ、いうのを、先ほど実は、あの、田原さんからメールが来て、あの、VAF の、えっ、ー、と、ソニー版作ってくれというプッシュを、えー、サムヤン本国にしてくれるということなんで、あの、それはいいね。ソ,ソニー版だけじゃなくて、富士版が、 出てきてほしいね。やっぱりね、藤士が出てきたら、俺的にはなんか、もうなんか大満足って感じ。ただし、画角がやっぱ APS-C だから、ちょっと使い方が違ってくるけどね、同じレンズ群で出てきたとしてもね、あの、要は、FXRT につけて使うのと同じだから、だから1個、やっぱ 20mm から出てきてくれないと、ちょっと、広角画が足らなくなっちゃうから、24、えー、っと、35、 45だっけあの、ぐらいの感じで使いたい感じですね。まあ、75はどっちにしても望遠側だからあったらベターだけども、あの、うん。まあ、いずれにしても5本全部欲しいレンズ、レつズ群だね。<laughs> これはね。いやー、なんかな、ソニーのなんか嫌な感じをやっぱり、このサムヤンなら救ってもらえるなうん。でもちょっと色味の出方が違うから、もうちょっとちょっとチューニングしてみるね。色をね。 まあ、こんな感じかな。ちょっとホワイトバランスを調整してみたんだけど。まあ、やっぱりソニーのカメラは難しいわ。まあ、まあ、オートで撮んない方がいいな。ホワイトバランスやっぱりな。これ、なんかホワイトバランスの、その、えっと、色味の方向を、まあ、マトリックスでね、こういうので変えるっていうのはもう、はるか涼しの技として皆さんもね、こうた、あの、対応していただいてると思うんだけど、 いやー、難しい。だから、あの補正ゼロにしちゃうと顔真っ黄色だからね。なんでそんな、まあ、この、このうちのライトに対して黄色く出るっていう風に考えた方がいいんだけど、まあ、難しいな。ちょっと、まあ、ちょっと青くなりすぎちゃったかな。いやー、難しいね。難しい。いやー、なんでしょうね。ちょっと光を強くした方がいいか。 うーん、まあ、あれだね。うん、周りの光に対して、うーん、ちょっとこう、センサーがび、なんていうのかな、敏感に色に反応してくるね、これね。感度が高いとそういう風になるんだろうね。なかなか難しいね。ゴロ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 変わらな、いの感じがな。いやー、ホワイトパルス変えただけなんだよ。 で、さっきに比べると、なんかくすんだよな。このぐらいまでくればいいあ、このぐらいまでくればなんとかなるか。ちょっとまた変えますね。まあ、ちょっとホワイトバランスをケルビンで固定して、マトリックスで色をいじったんだけど、まあ、いずれにしてもポートレートモードにしちゃ、なんか硬い感じになっちゃったな。これ難しいな。まあ、これはあれだね。あのー、 えっと、PL が使えるから、PL 被せて、よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってね。はいよ。ということで、PL 被せると、まあ、まあ、うん。これが、うんねあの。やっぱ PL 被せると、肌の感じは良くなるね。だから、この辺が、まあ、なかなか。 難しいね。うん。このカメラは難しいや。うーん。なかなかね。という、ただ、だらだら文句を言う会の、春風鈴ぜさんでしたけれども、えー、皆様とお過ごしでございましょうか。あのー、ああ、週末だからまた何か撮ってきて、なんかもっと考えてみるよ。考えてみる。ということで、春風鈴ぜさんでございました。何にもなくてごめんね。